ブライダル TV をご覧の皆さん、こんにちは。ブライダル YouTuber の中西由美です。今回は新郎新婦の親族として結婚式に出席する場合の服装マナーをご紹介します。まずは新郎新婦のお父様の服装。お父様はモーニングが一般的です。モーニングっていうと馴染みがあまりないと思いますが、デザインとしてはこんな感じ。ジャケットの裾が前から後ろへ斜めに長くなっていくデザイン。パンツはグレー色を合わせます。和装の場合は紋付き袴です。そして新郎新婦のお母様の服装。お母様は黒留め袖です。裾の部分にだけ模様が入ったものです。結婚式で黒留め袖をお母様が着る意味は、日本の伝統的な着物文化を象徴する礼装だからです。黒留め袖っていうのは、かしこまった儀式の時に招待客を迎え入れる側の既婚女性が着るものなんです。儀式に参加していただいた方へのお礼の意味が込められています。なので招待された側の女性は黒留め袖は着たらダメなんですよね。また新郎新婦の姉妹も同じで、先ほど言ったように既婚、結婚していれば黒留め袖を着るのが基本です。未婚であれば色留め袖、もしくは振袖もおすすめです。私は姉の結婚式では振袖着ましたね。まだ20代前半で若かったので、もう33なんで振袖は着れなくなりましたので、まだお若い方は振袖今のうちに着ておいてください。親族の服装マナーには例外があって、家族や親族のみで行う少人数の結婚式の場合、身内だけということなので、若干カジュアルでも OK という方々もいらっしゃいます。ただ両家でその意見が合っているということが重要です。身内だけだからといっても、フォーマルな場ではきちんとマナーを守ってと思われるご家族もありますので、意見をまとめておくようにしましょう。以前出したお呼ばれ NG コーデという動画や、結婚式お呼ばれ持ち物チェックリストという動画、その他お呼ばれマナーの動画もございますので、こちらも合わせてご覧くださいませ。チャンネル登録も忘れずにお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。